4TP とは第二次世界大戦時のポーランド製型戦車である。4TP は TK 豆戦車シリーズの更新用に開発された軽戦車である。1930年代初頭に開発された TK 豆戦車シリーズには回転砲塔がないという欠点があり、より強力な武装を搭載することも求められたことから、1932年9月に ビッカースカーデンロイド4トン系偵察戦車や水陸両用戦車や砲兵トラクターのデモンストレーションがポーランド国内で行われ1933年5月に5両の4トン系偵察戦車と1両の研究用の水陸両用戦車の購入が提案されたが予算不足から進展せず類似の車両を国産開発することが決定された TK に砲塔を搭載した TKW の試みが失敗したことから、1935年にプシンズにて部品を供用する4トン系偵察戦車プシンズ140と水陸両用戦車プシンズ130を新たに開発することになった。1936年12月16日にプシンズ140の設計は完了した。 特色として、車体左側に寄せて配置された軽量砲塔が挙げられ、他にトーションバーサスペンションを採用していた。動力は、砲塔の横、車体右側に配置された、このクラスの戦車の中では、比較的高性能なポーランドで設計された出力 70kW のプシンズ、4 2 5ボルト型8気筒エンジンによってもたらされた。 プシンズ140の製造は1936年に行われた。また140両が生産に取り掛かった。しかし、ドイツによるポーランドへの吸収を前にして、試作車両だけが製造終了し、おそらく実践は経験していない。4TP の車体を元にして、水陸両用戦車、プシンズ130が開発されたものの、1939年9月の、 段階でも開発中であった。両者の製造は1930年代後期に計画されたポーランドの野心的な戦車軍備拡張計画の一部であり、第二次世界大戦の勃発によって遮られることとなった。ありがとうございます。